皆さんこんにちは。今日はビーパルという雑誌の付録、2023年3月号の特別付録なんですけど、肉も焼けるステンレス焚き火台、これを徹底検証してみようと思います。それでは、箱を開けてみましょう。こういうプチプチの袋に入ってます。小川キャンパルっていうメーカーのこういうテントの柄がついてます。これが2枚入ってますね。このような肉焼くやつなのかな、これも入ってます。こういう板とこういうのとこれ、これ多分底板だと思うんですけど、こういうのが入ってます。説明書きもこの箱の裏には書いてあるんですけど、こうじゃないかなと思うので組み立てていきますね。出来上がりましたね。かっこいいですね。ここから小枝とか入れて、まあ、火をつけて燃やすと。でこの上ですね、上で、肉焼いたりと焚き火台になっております。これね、火を入れるとこのね、このテントの森の中にテントがあるこの絵ですね、ここに火がこう当たってこれが浮き上がってかっこいいと思いますよ。でしかも上で肉も焼けるということで、これは結構使えそうですね。それでは過去にも違う焚き火台が付録でついてきたのがあったので、ちょっと比べてみようと思います。このチャムスのこのブービーバードのこのくり抜きが入ってますね。これに入ってるんですよね。ここからこの上に五徳もついてるので、この上にまあ小さなフライパンとか、鉄板とか乗っけることもできます。でなんだかんだ言って、自分の使いやすい道具があるので、キャンプに行くと、実際これまだ使ったことないんですけど、今回の付録、この小川キャンパルのこの焚き火台と比べると、その大きさが明らかに違います。横から見てもこんな感じで違いますよね。真上から見るとこんな感じで違います。こちらの今回の付録の方はここに網がついてるので、肉を焼いたりするのもできますね。でもちろんここに鍋乗っけたりとかそういうこともできます。こっちはこのままの状態では肉を焼くのはちょっと難しいですね。でただここの上に鉄板乗っけると焼くこともできなくはないですけど、ただ中に入るあの木の枝の量とか、あともしアルコールストーブとか使うんであれば、アルコールストーブがここに入るかどうか、小さめのやつ買わなきゃならないですね。そういうのも含めると今回ちょっと大きくなったっていう部分で、使い勝手が良くなったかもしれません。あと重さですね、ちょっと持ってみようと思います。手で持った重さはあまり変わらないですね。ただあのこちらのいいところは、この一番下のこの鉄板なんですけど、これを一段ここに上げること、ここに溝あるんですけど、ここに上げることができるので、ここに上げると火がね、よりこの上の部分に近くなるので、火力調整が可能です。ただ一番最初にこれ設定してしまわないと、また組み立て直さなきゃならないので、料理の途中でこう火力調整するっていうのはちょっと難しいかもしれません。シェラカップをこの焚き火台の上に乗せてみました。チャムスの方はこの五徳があるので乗せることはできますけど、まあこんな風にこの五徳のこの十字の部分はいいんですけど、こういう部分ですね、こういう部分にこう重さがかかるとちょっと不安定な部分もないとは言えないですね。こちらの今回の付録の方は、上が網なので、まあ、このままこうやって乗っけて安定もしています。あとこちらの方はちょっとこの大きさが大きいので、100均でね網を買ってくるとこの上にも少し乗せれるかなと思うんですけど、こちらの方はおそらく100均の網
焼肉の網をここに乗っけるのはちょっと不安定じゃないかなと思います。これはあくまでも焚き火で使うのがいいかな。それに付随して、こんな風にちょっと飲み物温めたりとか、そのぐらいがちょうどいいかなっていう風に思います。そんな風に使っていけば、両方とも使い道は十分あるかなと思います。次にこのアルコールストーブを入れてみようと思います。こちらのチャムスの方はこの五徳を外さないと入らないので、この五徳をね外して入れるとギリギリ入ります。ただアルコールストーブはこのキャップでこう火力調整をするもんですから、こうすると火力が弱くなって、でここをこうやって開けるとですね火力が強くなり、これをやるというふうになると、実際入れてみますね。こうやって入れてみてギリギリスポッと入るんですけど、こっからさらにこう火力調整をこうするっていうのはちょっと無理な感じです。アルコールストーブを入れて使うというふうには設定されてないので、あくまでも焚き火台として使うのは十分活用できると思います。でそれに対してこちらの今回の記録の方なんですけど、これはここからこう入れることはできますよね。でこのアルコールストーブを、実際こうつけたというふうに設定して、このキャップをつけて入れてみると、こんな感じでキャップつけても十分いくことはできます。ただ火力をね調整するのに十分できるかっていうと、なかなかこれも難しくて、これ今火力最大の状態なんですよね。でこれをこうするとちょっと弱火程度までは調整することができると思います。ただこれを火を消すとなると、この下の部分をこうずらしてこうしなきゃならないので、こうすると火は消えるんですけど、ただここを触るとなると、火がついてる時にここを触るとなると熱いと思うんですよね。なので強火から消火までっていうことを考えるとちょっと難しいかもしれません。ただ全くできないかって言われると、なんとかできるかなっていう、そのような感じです。これ一回キャップを取って、例えばこう強火の状態から一回キャップを取って、こんな風にキャップを閉じてもう一回こう消火するという風にするんであれば十分可能だと思うので、これをこうこっからこう取り外ししながら調整するのは十分可能だと思います。皆さん、今回の動画はこの小川キャンパルっていうメーカーとコラボした焚き火台と、以前付録でついてきたこのチャムスとコラボした焚き火台を比べてみました。これからキャンプ等で、もちろん自分の気に入った焚き火台を使うんですけど、それ以外にね、例えばこちらでしたらシェラカップに入れて飲み物温めたりとか、ここで肉をねちょっと焼きながら焚き火を楽しむっていうこともできるかなっていうふうに思います。うまく使えば2つとも十分活用できるものだと思いますので、これからキャンプ動画で紹介していきたいと思います。皆さん、今日はご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画をお楽しみに。